んにちは、切り絵作家の佐川彩です。では今日も切り絵を作っていこうと思います。それではどうぞ。ではチョココルネ作っていこうと思います。まずこの細かいところっていうかここですね、ここを切ります。はい、それからあとはストライプになっているので、よいしょ、これで切っていきます。はい、その切ったところの横の線から切っていきます。これも切ったところの横の線から切っていきます。そしてあとは輪郭になったので輪郭を切っていきます。どちらからでもいいです。はい、で切れました。これでチョココルネ切れました。あとはトレーシングペーパーで色付けをします。一気にいけるところは一気にやっていこうと思います。でこれも、はみ出さないように線の上をシャープペンでなぞります。で、茶色、こうして茶色でどうでしょう、この色ちょっと焦げてていいですよね。かなと思ったところを、あ、でもこれもちょっとこうした方が、ここだな、いいなと思ったところにブラシを置いて、ブラシを切ります。そして裏にしてのりをつけてちょっとずらして、貼ります。そしてはい、チョココロです。いかがでしたでしょうか。Twitter、Instagram やってますのでぜひフォローお願いします。そしてチャンネル登録をどうぞお願いします。それからファンボックスを始めたんですね。毎月の切り絵と一緒にあのブログを書いたり、あと中の図案が取り放題やったりするので、よかったらぜひ入ってください。詳しくは下に書いてありますのでよろしくお願いします。それではありがとうございました。